おはよう諸君のナッフルです。ライスメカワです。はい、本日は12月17日に発売するスタートデッキ100から初公開のデッキを2種紹介していきます。平日毎日このスタートデッキ100に収録されるデッキを2つずつね紹介してきたんですけれども、それも今日で最終日となりますね。はい、ぜひね過去のも気になる方はチェックしてみてください。それでは1つ目のデッキ紹介していきます。デッキナンバー80、白馬バドレックス V、 黒馬バドレックス V です。じゃん。いや、この組み合わせがね1つのデッキになってるっていうのがね、おもろい、おもろいしかっこいいし、うん、嬉しいですね。はい、まあ、このデッキね、白馬バドレックス V が非常に大きいダメージを出せるアタッカーとして優秀だなと思いますし、黒馬バドレックス V も相手のポケモンを2機同時に弱らせることができるアストラルビットを使えたりするので、まあ、器用な黒馬バドレックス V も活躍できるような印象ですね。うん、こちらのデッキのデッキリストはこちらです。じゃん。このデッキね、まあ、エネルギーどうやってつけていこうみたいな話あると思うんですが、うん、雪目の子は特性霜降らしの雪目の子になっています。なのでトラッシュに行った水エネルギーを特性で自分のポケモンにつけてあげられますし、うん、まあ、先ほど紹介した黒馬バドレックス V は下の技アストラルビットを無色3個で使えるので、水エネルギーでも補ってあげられるっていう点でね、うん、雪目の子大活躍かなと思います。レベルボールも1枚入ってるしね、うん、こう雪目の子立てやすそうでいいですよね。うん、本当です。白馬バドレックス V と黒馬バドレックス V の組み合わせってね、普段なかなか使ったことない方も多いと思うんですけど、うん、ないです。このスタートデッキ100でね出会ったらね、ぜひ使いこなしてみていただければと思います。はい、続いて2つ目のデッキです。デッキナンバー91番、一撃ウーラオス V、 連撃ウーラオス V のデッキです。じゃーん。いや、こっちもねこの2匹の共闘ってのが熱い組み合わせになってますね、うん、熱いです。このデッキのポケモンは一撃のポケモンと連撃のポケモンのみで構築されています。なるほど。今ね見えてるこのポケモン V2 種それぞれね本当に強くて、一撃ウラス V は技研ぎ澄ますで自身に投影エネルギーを2枚つけていくっていう流れで、次の番インパクトブローで大ダメージっていうのを狙えますし、連撃ウラス V もひるがえすでダメージを与えつつベンチに下がることで次の番ダメージを受けづらくて守ってあげながら育てられるって点が強力ですね。はい、こちらのデッキリストはこちらです。じゃん。はい、いやもうね見るに、いや一撃や連撃のポケモンたくさん入ってるわけですよ。あ、いっぱいいます、うん、トレーナーズを見てみると、まあ、学習装置が3枚入ってるのがなかなか強いポイントかなと思いますね。本当だ、うん、少ないエネルギーで技が使えるポケモンで最初戦っていって、うん、かつそれが気絶しちゃってもエネルギーを次のポケモンにね付け替えていけるってところが技を使い続ける上で強力なポイントかなと思います。サポートがシバとコルニの系が両方1枚ずつ入ってるのも嬉しいポイントですね。うん、まさにね一撃連撃って感じなので、うん、ぜひ使ってみてほしいですし、ポケカ学園ドラマでもね、うん、一撃連撃ミックスデッキみたいなのね出てきたよね、はい、最後ね、うん、最終回でねあのナナプレが使ってましたね。はい、うん、ちょっとポケカ学園ドラマとは何ぞやって人もね、ぜひポケカチャンネルの中からあの一撃と連撃の魅力をねたくさん伝えてるドラマですので、ぜひ見ていただければと思います。はい、説明欄に貼っておきます。はい、はい、ということで本日はスタートデッキ100に収録されるデッキを2種初公開しました。うん、いや本当にねスタートデッキ100にはいろんな種類のデッキ、いろんな組み合わせのポケモンたちがいて、はい、使ってみたいなと思えるものたくさんありますし、ありました。スタートデッキ100を通して出会えるからこそね、うん、愛着が湧くみたいなこともあると思うので、ぜひ皆さんお手に取って遊んでいただければと思います。はい、今後スタートデッキ100のデッキを使った対戦動画なんかもね上げていこうと思ってますので、ぜひチャンネル登録してチェックしてみてください。高評価もお願いします。お願いします。それでは皆さんまた次回、バイバイ。